はいどうも、ドローンウォーカーの吉武と申します。今回ですね、DJI Mavic Mini のこのですねアプリケーション画面のですねチェックをしていきたいと思います。結構ですね質問で多かったのがマニュアル撮影できるのかとか、そういった部分、私もですねあんまりそこまで気にせずに今まで大手で撮ってたんですけれども、まあここら辺のですねアプリケーションのインターフェースについてですね紹介していきたいと思います。ちょっとねガンプラが映ってるんですけど、今こんな感じですね。マビックミニをもうどっちもですね起動させて映してるっていう状態になります。まずですねちょっと気になる方が多いと思うので、ちょっとカメラ設定から紹介していきたいと思います。あ、ちなみなんですけど、これ多分アプリケーション若干ですねプロトタイプっぽいので、正式にリリースされるとこのインターフェース画面ですねちょっと見方が変わるかもしれないです。まずですねマニュアル設定で撮影できるのかどうかっていうところですね。今写真モードですね、ここでですね動画だったりとか写真切り替えることができるんですけど、今写真モードですね。で、マニュアル撮影できるかどうかってところなんですけど、この右下、よく見るとこれ M って書いてあるんですけど、今マニュアルモードですね。で、タップすると、今オートになりました。で、もう一回タップするとマニュアルですね。写真でマニュアルですと、まあ、こんな感じですね。シャッタースピードを、まあ、変更できるってことですね。今8000分の1秒。カラカラと戻していって、まあ、最大でですね、4秒っていう感じですね。ちょっと適当に戻しておきます。はい。で、あと ISO、 ISO は100から3200までですね調整することができます。はい、こんな感じですね。で、まあここでですね写真はオートとマニュアル変更できます。で、今度ですね動画モードにします。まあ、ちなみにですけど動画と写真切り替えるのはここのですね、ちょっと分かりにくいかもしれない、ここタップするとこんな感じ出てきます。写真だとシングルとタイマー撮影ですね。ができます。あとは動画ですね。はい。今ですね、1080p の25フレーム。最大で1080、フル HD だったら60フレームで撮影できるよってことですね。あと 2.7K ですね。2.7K の場合は、ピンと合ってるな。25フレームと30フレームですね。こんな感じで調整できます。一応、クイックっていうのは、クイックショットですね。ドローニーだったり、ロケットだったり、サークルとか撮影できるもんですね。離陸してないとできないですね。で、動画の場合の注意なんですけれども、これオートでしか撮影できないですね。これ気づかなかったですけれども、現在の撮影モードでは、カメラモードを切り替えれません。要はオートでしか撮影できないよっていうところなので、このあたりは注意が必要なのかなというふうに思います。で、ここタップしても、録画できますし、この右上ですね、まあ、いつもの LR ボタンみたいなところなんですけど、ここでも撮影できるし、こっちの右上ですね、あとここ一応カメラジンバルをちょっと見えないかもしれないですけれども、カメラジンバルの上下ですね、まあ、これももちろんできます。はい、ちょっと一番気になるカメラのマニュアル化とかの紹介からさせていただきました。今度右上ですね、右上が、まあ、詳細設定みたいな項目なんですけれども、まずはショートカット、ショートカットって何か書いたのかな、ちょっと最後まで読み切れないですけれども、ホームポイントの更新とジンバルを再センタリング、あと機体への接続ですね。はい、あとですね飛行高度の設定だったりとか、最大距離リターントゥーホームの高度設定だったりもできます。あと IMU のキャリブレーションだったりとかもできますね。はい、今度制御ですね。フライトモードはスポーツモード、あと P モードですね。シネマスムーズモード。まあ、それぞれですね、速度が違うよっていうところです。スポーツモードは最大時速46キロだったかな。結構速いスピードで飛びます。あと単位もですね、これ調整することはできます。はい、あとジンバルモードもフォローモードと FPV モードですね。まあ、通常がフォローモードで、FPV モードはジンバルは機体の動きにフォローして動くっていう形ですね。カメラが動くっていう感じですかね。はい、あとですねスティックモードでモード2になってるんですけれども、モード1からモード3まで選定できるのと、カスタムもありますね。私はモード2でやります。あと送信機のキャリブレーションもできます。はい、でまたカメラですね、まあ、こちらはですねサイズ、まあ、比率を4対3か16対9にできるよっていうところと、 SD カードのフォーマットもここの項目でできます。はい、あと画像伝送ですね、まあ、伝送状況がわかるよっていうところと、まあ、自動と手動でチャンネルモードの切り替えもできます。はい、こちらちょっとよくわからないです。説明って書いてありますね。
あとですね、この右上、まあ、90って書いてあるのが、これバッテリー残量ですね。今ちょっと電源入れっぱなしにしてるので、じわじわ減ってってる感じです。こうタップすると、はい、こんな感じですね。GPS の受信状況ですね。今、室内なので3って書いてあります。バッテリー温度が 34.3 度、まあ、あとセルバランスですかね、 4.19 と 4.20、 はい、あと電圧と飛行時間、ちょっとね今飛ばしてないんで書いてないんですけれども、ここの右上のですねに時間が表示されて、目安の残り飛行時間、フライト時間が表示されるよっていうところになります。あとここの左上が今慎重に飛行してくださいっていうのはですね、今室内なので GPS をちゃんとキャッチしてない ATTI モードだよっていうところです。これですね、屋外で飛ばしていて、屋外で飛ばす前にですねしばらく放置しておくと、ちゃんとですね GPS キャッチすると、通常の DJI GO 4みたいにですね飛行できますみたいな感じになります。今は慎重に飛行してくださいって形になってますね。あとここ C って書いてあるんですけど、ここタップすることによって、ちょっと早かったですね、シネマスムーズモードとP モードと S モードの切り替えができます。あとこちらが、まあ、離陸ボタンですね。あとですね、ここの左下の部分ですね、ここにですね現在のマップと、まあ、離陸ポイント本ポイントからの距離だったり高度が示されるよっていう感じになります。はい、こんなところですね、参考になればですね幸いです。ちょっとね私も気づかなかったんですけれども、写真と動画ですね、動画でこれマニュアルができたりとかできなかったりするので、このあたりがちょっと注意なのかなというところですね。静止画モードであれば、シャッタースピードと ISO をいじくれるんですけれども、ここで動画で切り替えると、なんと、オートでしか撮影できないよってところですね。一応ですね、このオート撮影でも、夜間ですね、ちょっと飛ばしてみたんですけれども、結構いい感じで、ノイズのらん感じでですね、撮影できたので、まあまあ、そんな変なオートにはならないのかなというところですね。まあ、今回ですね、ほとんど本当に初心者向けに作られているというかですね、初めての空飛ぶカメラっていうのはコンセプトなので、初心者でもそこまで迷わずに使えるようになっているのかなというところです。はい、繰り返しなんですけれども、ちょっとこれで画面自体がですね、DJI GO 4から使っている方からすると、なんかその画面としてはすごくプロトタイプっぽいですね、デザインになっているので、正式なですね、発売日の時には、もしかしたらこの、インターフェース画面がもうちょっと変わってるかもしれませんので、そのあたりですね、留意していただければなというふうに思います。もしかしてですね、動画撮影モードも、まあ、正式バージョンというかですね、皆さんが手に取る頃にはですね、切り替わってる可能性もありますので、まあ、そのあたりもですね、まあ、ちょっとチェックしていただければなというふうに思います。まあ、現状ですね、こんな感じなので、よろしくお願いします。それでは本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。